コンテナ車とは、輸送コンテナを積載するための鉄道車両である。外観は、長物車に似ており、上面がフラットな台枠にコンテナを固定するための装置が取り付けられており、側面の構造が長物車とやや異なっている。世界各地で、汎用貨車として使用されており、国土の広いアメリカ合衆国などでは、陸上における効率的な大量輸送手段として、 コンテナ車を100両以上連ねた、長大な貨物列車が運転されている。一般的には、コンテナを1段に積載するだけであるが、車両限界の大きいアメリカなどでは、2段に積載する、例もある。JR 貨物国旗104型 JR 貨物、M250 系電車日本国有鉄道及び、日本貨物鉄道における、用途記号は、コンテナの、マでは、 長物車の一種として、自。日本で最初に運転されたコンテナ列車は、1959年に運行開始された汐留梅田間のコンテナ特急、宝号である。コンテナ輸送が開始された当初は、その形状から長物車に分類されていたが、1966年3月の車両形式称号規定改正により、長物車からコンテナ車として分離され、記号。 こが制定された。その際、それまで記号を、こうを使用していた、工従者は、拳重者に解消され、記号も、手に改められている。コンテナによる貨物輸送は、他の輸送機関への積み替えが容易で、シャーツ海貨物のような駅や操車場での複雑な貨車の組み替えも不要であり、効率化のため拠点間直行輸送を主体とする2007年現在の日本では、 鉄道貨物輸送の主流を占めている。そのため、日本における鉄道による広域貨物輸送ほぼ一手に担う JR 貨物に在籍する貨車の大半はコンテナ車である。一時期、埼玉新都心開発に伴う残土輸送のため、私有貨車が存在したことがあるが、同輸送終了後に JR 貨物に譲渡された。私鉄では、鹿島臨海鉄道が 古機2000型を2両保有しており、JR 貨物以外に車席を有する唯一のコンテナ車となっている。コンテナ輸送例明期には、2個または3個済みのローカル専用の二軸車も存在したが、基本的に車体中央部の高さを大きくした漁服系大枠を持つ二軸ボギー車が現在に至るまで主力であり、初期の古機5500型では10フィート型コンテナ5個席で、 あったが、1971年に登場した、国旗5万系以降は車体を延長し、12フィート型コンテナ5個積みが標準となった。それ以前に製造された10フィート型コンテナ5個積のものは、12フィートコンテナ4個積みに改造されている。コンテナ輸送は、拠点間の高速輸送において、メリットを発揮することから、高速化にも意が注がれており、最初のコンテナ列車、 宝号の最高速度は、当時の一般的な貨物列車の最高速度時速 65km を大きく上回る時速 85km で、1966年には最高速度時速 100km の古機一万型が登場した。しかし、古機一万型は、ブレーキ装置などへの圧縮空気供給の関係から、牽引する機関車が限定されるなどの欠点もあり、 1971年からは最高速度を時速 95km ながら牽引機を選ばない古機5万型に移行した。1987年の国鉄分割民営化後に貨物輸送を引き継いだ JR 貨物では最高速度時速 110km の古機100系を開発した。古機100系では海上コンテナの積載に配慮して床面を下げており、 後年製造された改良型では、より多様なコンテナの積載に対応するようになっている。2004年には、さらなる高速化を図るため、動力分散式を採用した、日本初の本格的貨物電車列車、M250 系が登場した。同社により、最高速度時速 130km によるコンテナ輸送が、東京貨物ターミナル、味川口間で行われている。 ありがとうございます。